区議会は香港の地方議会である。1982年に設立された。2019年現在では18個の区議会が設置され、区議会の総民選議席数は452議席である。議員の任期は4年。英文名称は当初ディストリクトボードとされた。その後、1999年末の市政局及び、 区域施政局の廃止に伴い、現在のディストリクトカウンシルに解消された。区議会は予算の承認や条例の制定といった議会に必要な権限を持っていない。従来は諮問機関として位置づけられ、実質的な権限がないため、行政に対する影響力は小さい。公共施設、サービスの運営や都市計画などに関して、 政府に意見を陳述する程度の機能しか与えられていない。そもそも区は自治体や地方政府ではない。区の区分は区議会の設置に伴って行われた。香港政府は区の分割や合併を行うことができる。区議会に対応する行政側の組織は各区の民政事務所である。これは香港政府民政事務局が管轄する執行部門である。 民生事務総書の出先機関である。民生事務所のトップである民生事務船員が地区運営委員会を主催している。区議会の制服主席も一メンバーとして参加し、政府と区議会の意見交換が行われる。なお、曽影県行政長官は2005年の施政報告で区議会の権限強化を打ち出し、図書館やコミュニティホール、 水泳プールなどの管理権限を以譲すると表明した。2007年から、トンウォン、ワンコ、機大船、最高の4区で先行実施される予定である。また、立法会により否決されたが、2005年に香港政府が提示した政治制度改革では、選挙委員会の定員が大幅増加し、その多くが区議会議員によって占められていた。そのため、今後は、区議会及び、 同議員が香港政治に与える影響が大きくなる可能性もある。区議会の設立と同時に21歳以上の香港市民に選挙権が与えられ、区議会選挙が実施された。民選議員は現在小選挙区制により選出されている。過去には特殊な中選挙区制で選出された。全区議会で400名おり、最も多い。しかし、選挙によって選ばれる。 民選議員のほかに、委任議員や当然議員も存在する。委任議員は1995年、発展改革により一度廃止されたが、返還後に復活した。当然議員は、新海現居民の議会組織である里こと委員会が、五選によって選出した代表である。立法会に比べると、区議会は、民選議員の割合が高い。2010年で、香港中央議会にあたる、 立法会が政治改革法案を可決し、12から15年度委任議員、定数は102人から68人になり、2013年で立法会は区議会条例の修正案を可決し、16から19年度の区議会は委任議員を全部廃止した。また、選挙区は1万7000人を基準人口として設置されている。つまり、大きな団地一つ分が1選挙区となり、 区議会議員は住民との物理的な距離が極めて近い。そのため政治的イデオロギーを棚上げして身近な生活問題を争点としやすい。結果、区議会では有権者が民主化に積極的な民主派を必ずしも選択せず、左派労働組合を基盤とする民主建て港連盟に投票する割合も高い。また、 区議会の権限は限定されており、重要視とされていないため、一般的に投票率は立法会選挙より低い。さらに小選挙区制度のため、一選挙区での総投票数は少なく、少ない票で結果が決まる。一部の選挙区では相当票数が約2000票くらいである。2019年の第6回選挙には、2019年香港民主化デモの影響により、 民主、新中両派の市民の投票意欲を高め、一部の選挙区では80%を超える投票率を記録し、全体の投票率が71.23%という、香港が直接選挙を導入された以降の最高記録を達成するなど異例な展開になっている。区議会では、ほぼ全議席が直接選挙で選出されるのに対し、 立法会の議席のうち直接選挙で選出されるのは半分であり、行政長官選挙及び行政長官選挙における有権者となる選挙委員会委員を選出する選挙委員会員選挙に至っては直接選挙ではなく間接選挙で行うことになっている。区議会別で分けられた区域の分布は以下の通り。ありがとうございます。